ドコモや au から発売されている AR グラス、エンリアル、エア。メガネをかけるだけで仮想のディスプレイを表示でき、130インチの大画面で動画やゲームが楽しめる注目のデバイスです。今回はそのエンリアル、エアの特徴を VR ヘッドセットと比較しつつ、改めてその魅力について紹介していきます。 AR グラスのメリットについて。 AR 技術は現実の世界に仮想の世界をプラスするものです。だから目の前に大型ディスプレイが現れるといっても、その周囲は自分がいる部屋と全く同じです。一方、メタクエスト2などの VR 技術は現実とは全く異なる仮想世界を作り出します。だからヘッドセットをつけていると自分の部屋は全く見えなくなります。どちらが迫力ある世界なのかといえば、もちろん VR の仮想世界でしょう。ホラー系のゲームならより強烈な恐怖を体感することもできます。しかし AR グラスはメガネをかけるだけなので装着が簡単です。 VR ヘッドセットは頭の上にかぶせる必要があるので装着に手間がかかります。その上、 AR グラスは外見は普通のメガネと同じなので、どこで使用しても目立ちません。 VR ヘッドセットはかなり目立つので、例えばお店の中で使用することはできません。このように AR グラスは VR ヘッドセットよりも迫力が少々劣るものの、気軽に装着できて、しかも場所を選ばずどこでも気軽に使用できるというメリットがあります。ミラーリングのメリット。エンリアル、エアはスマホと接続し、ミラーリングした画面を映し出します。本体にアプリをインストールすることはできません。一方、メタクエスト2などの VR ヘッドセットは本体にストレージを搭載し、スマホ接続なしでアプリを使うことができます。スマホを必要としないという点では VR ヘッドセットの方が自由に使える感じがしますね。しかしスマホの画面をそのまま映した方が便利なこともあります。例えばスマホのアプリをインストールする手間が省けたり、 VR に対応していないアプリをそのまま使えるという点です。特にゲームではスマホに保存したデータをそのまま活用できるので便利です。操作面でも手元が見える AR グラスの方が便利です。またスマホと接続することで通信も可能になります。 VR グラスは Wi-Fi 接続が必須になりますが、 AR グラスならスマホの通信回線がそのまま使えます。 Wi-Fi が届きづらい部屋でも外出先でも気にせずに通信できます。ドイリレンズを導入しやすい。AR グラスは一般的なメガネと同じ形状なので、ドイリレンズも導入しやすくなっています。エンリアル、エアではドツキインサートレンズが販売されており、ネットでも注文可能です。必要なのはメガネの度数などの情報で、レンズの種類も豊富。目の負担を軽減するアイケアレンズや遠近両用レンズも選択できます。対応していないスマホでも使用可能に。エンリアル、エアは USB-C のディスプレイポート、オルタネートモード。対応スマートフォンでしか使うことができません。そのため、一部のハイスペックな Android スマホでしか使用できないというデメリットがあります。しかし、エンリアル、ストリーミングボックス、という小型デバイスの発売が予定されており、これがあれば対応していないスマホでもエンリアル、エアが利用できるようになります。
発売時期や価格はまだ不明ですが、2022年中には発売されると思われます。まとめ。エンリアル・レアは VR ヘッドセットの迫力には少々劣るものの、気軽にどこでも好きな場所で使えるというメリットがありました。またミラーリングによってスマホの画面がそのまま使えるため、普段使っているアプリをそのまま使えたり、外出先などで通信もできるというメリットがありました。これなら場所を選ばずに好きな時に使えそうですね。メガネに度入りレンズを導入しやすいのも魅力的です。エンリアル・エアは現在ドコモや au、KDDI で発売中。気になる人はリンク先をチェックしてみてください。それでは今日はここまで。また次回会いましょう。